フォークイエリアスプレンデンスのトゲ、傭兵が変形して生じた構造である。バラのトゲ植物学において、トゲは植物体に生じる、史状の構造の総称。厳密には、その成り立ちによって茎張り、はばり、史状特器体などと区別されるが、本記事ではこれらの総称をトゲと表記する。これらの用語は以下のように使い分けられる。なお茎張りとはりは、共に、 遺憾束を持つ構造であるため区別する必要はなく、史上特殊体は遺憾束を持たないためこれらから区別すべきとする主張もある。植物の棘は、はじめは砂漠など生育に適さない環境の植物が、捕食者から身を守るために発達させた可能性が示唆されている。しかしその形態や役割は多様で、その成り立ちや形状によって様々な名称が与えられる。 植物のトゲは、三座シ族や、ミカン族のように、鋭い枝として生じるトゲ、サンセベリアなどのように葉の先端に小さく生じるトゲ、アカシアのように、拓葉が変形して生じるトゲ、バラのトゲのように茎に生じるトゲなどがある。サボテンの仲間である、内輪サボテン赤や柱サボテン赤などでは、単枝につくすべての葉が変形して、トゲとなっている。なお、 内輪サボテンなどが持つ返しのあるトゲは、野木刺しとして区別されることもある。植物のトゲは、様々な機能を持っている。例えば、動物からの攻撃から身を守る役割を持っていると、考えられている。動物からの防御という解釈については、推測に過ぎないと批評されることもあるが、コウモリ以外の哺乳類がいないニューカレドニアにトゲを持つ、植物が、 極めて少ないことや、草食動物が多い地域では鋭い棘が発達した、植物が多数あるといった、観察事例から、動物の捕食に対する防御という解釈を指示される、こともある。またイラクサのように、茎や葉に形成する微細な棘から偽酸を分泌し、鹿などの踏みつけから身を守るという気候を持つ植物も、ある。ツル植物も多数の棘を持つことが多いが、 これは動物からの保護だけでなく他のものにその棘を引っ掛けて成長するために用いられていると考えられている。またサボテンなど乾燥体に生育する植物では葉を棘状に変形させて水分の蒸散量を抑えることで乾燥体制を持つとされている。ウバラの冠を被されたキリスト植物の棘は古くから人間に利用されてきた。 住居侵入に対する防護策として、棘のある植物を窓の周りや家の周辺に植えて、共闘の侵入を防止するのにも用いられている。また、穀物などを野生動物から守るためにも、サンザシやリュウゼツランなどの棘を持つ植物が利用される。他の地域から棘を持つ植物を輸入して、そのような用途で利用することもあり、アフリカでは、 アメリカハリグアやサンセベリア族の種が導入されて利用されている。植物の棘は神話や聖書などでもたびたび取り上げられている。植物の棘が描かれている最も有名なものとしてはイエス・キリストが卓形になる前に被されていたウバラの冠がある。イバラで編まれたこの冠は受難の象徴として描かれている。また、創世記では アダムとイブの罪に対する罰として、棘を持つ植物が創造されたとされている。ギリシャ神話にも、古代ギリシャの伝説的な奴隷として知られる、アンドロクレスの話で、植物の棘が重要な場面に登場する話がある。その中で、アンドロクレスが、森の中で植物の棘が足に刺さっているライオンを、助けたために、後に皇帝に、 ライオンの餌にされそうになった時に命拾いしたというストーリーが描かれている。この神話はイソップ物語でも取り上げられた。NHK 総合テレビで2018年9月14日に放送されたチコちゃんに叱られる。で、イライラのイラの語源として植物のトゲとの明治大学教授の小野正弘による説明があり、実際に 植物のトゲをイラと呼ぶ人が多いことも紹介された。ありがとうございます。